サバティカルとは、使徒に政権がない職務を離れた長期休暇のこと。長期間勤続者に対して付与され、少なくとも1ヶ月以上、長い場合は数年間となることもある。6日間働いた後、7日目は安息日とする、旧約聖書のラテン語ズバタカスに由来する。伝統的には、大学教員に多く取られている制度であって、研究休暇、在外研究などの故障もある。 研究者、カトリックの聖職者やプロテスタント系の牧師、小説家、漫画家、音楽家、スポーツ選手などがしばしばサバティカルを使い、長期研究調査や執筆などの目標達成、あるいは休息する充電期間として用いる。ワークライフバランスの理念などを踏まえ、ヨーロッパを中心に企業でも取り入れるところが出てきている。例えば、 イギリスでは20%の企業にキャリアブレイク制度があり、10%がその導入を検討しているとした調査結果もある。日本企業での導入例はまだ少ないが、大学ではサバティカル研修の名称で教員に対して本来の職場を離れての研究を認める規定を設ける例が増えている。また、企業の機密情報保護という観点から、欧米圏では 特にエグゼクティブの転職の際に、旧在籍企業が一定の給与を保障した上で、強制的に長期休暇を取らせることがある。この場合は、にわいじりぐらいしかやることがないというやゆも含めて、特にガーデニング休暇とも続称される。スポーツ選手でも、ラグビーなど一部のスポーツにおいて、自国の代表クラスの選手について、1年程度の期間リフレッシュを兼ねて、 国外でのプレーを認める制度を設けているケースがあり、そのような制度に対して、サバティカルの名称が用いられる。ありがとうございます。